スウィフトカレントとは、日本中央競馬会に登録されていた、競争馬である。サマー2000シリーズの初代優勝馬。馬名の由来は、激流。半アニに、安田記念優勝の浅草伝園、判定にドバイワールドカップ、有馬記念、サツキ賞優勝のビクトワール・ピサがいる。2003年、2004年2003年、デビュー戦となった12月の2歳新馬戦は、 第17回ワールドスーパージョッキーズシリーズ出場のために来日していたクリストフスミヨンが帰場して出走したが、後に重傷馬となるブラックタイドに敗れて2着だった。2004年3月の未勝利戦で吉田みが帰場し、デビュー2戦目で初勝利を挙げる。続く4月の3歳500万した競争ではポップロックらを抑え単勝を一番人気に支持されるも2着。 5月に、格上挑戦で、重症競争初出走となる、青葉賞に出走したが4番人気で4着だった。その後、休養を挟んで出走した10月の3歳上500万、た競争を、竹豊とのコンビで制し、11月には、格上挑戦で、アルゼンチン共和国売に挑むも9着という結果に、終わった。その後は、自己条件の東海帝王メモリアルで1番人気に、 支持されるも6着、続く天竜川特別では一番人気で2着となった。2005年、2006年2005年、前年の東海帝大目盛りあるから5000連続で一番人気に、支持されるも4月の白鷺特別まで勝利することは、できなかった。しかし昇級後は2連敗し、夏に1 0万したクラスに最高級し、最高級後3戦目となった9月3日の、 ヤヒコ特別を、後藤裕樹とのコンビで制した。さらに9月24日のユーズキ特別も制し、1600万、下クラスに最小級したが、最小級後3層は、すべて一番人気に支持されたが2着2回と4着1回という、結果に終わった。2006年、格上挑戦で挑んだ1月の日経新春杯で、岩田光成が初起乗して2着となって、オープン馬となった。 その後半年ほど相手出走した7月の小倉記念では福永祐一が初起乗してレースでは2着となったビータローザに市身に4分の1差をつけて勝利し重賞競争初勝利を挙げた続く8月の新潟記念では一番人気に支持されたがトップガンに敗れて4着となったもののこの年から始まったサマー2000シリーズの初代王者に輝いた 9月には横山のりひろが初起乗してオールカマーで4着となり迎えた GI 競争初挑戦となった10月の天皇賞では7番人気という評価だったがレースでは勝った大和メジャーから半馬審査の2着となったその後も GI 戦線を走るが11月のジャパンカップは8着12月の第51回有馬記念は12着と盆装に終わった 2007年から2009年2007年、この年初戦となった2月の京都記念で5着、続く5月の金車地賞で9戦ぶりに、竹豊が起場して2着となり、6月の宝塚記念に、横山範博とのコンビで出走したが13着という結果に終わった。その後、連覇を狙って出走した7月の小倉記念では一番人気に、支持されたが7着という結果に終わり、 スタート戦のブリーダーズゴールドカップへの出走登録を行ったが回避し、10月に富士ステークスに出走することになった。初の1600メートルのレースながら2番人気に指示されたが、レースではスタートで少し出遅れ、直線に向いても伸びず12着と惨敗の結果に終わった。レース後は、 伝統となる10月28日の第136回天皇賞と10月31日に行われる第7回 JBC クラシックに出走登録を行ったが JBC クラシックは登録時点では補欠場となっており後日両方回避することが発表されその後はレースに出走せずに山本トレーニングセンターへ放牧に出された2008年山本トレーニングセンターから グリーンウッドを経て3月22日に帰休し、当初は大阪杯で実戦復帰を予定していたが体調が整わず回避した。そのため復帰戦は5月10日の新潟大象点となったが5着、続く5月30日の金社地賞は12着という結果に終わった。自走はダート戦の帝王賞に出走予定だったが、疾病の理由で競争除外となった。その後は、 ダート交流重賞を2戦して7着と5着、9月には芝に戻ってオールカマーに出走するも7着、再びダートのマイルチャンピオンシップ南部杯も5着だった。11月には再び芝に戻って出走した福島記念では内田博之に乗り換わって6着、続く鳴尾記念では5着となり、この年は8戦して5度の5着が最高順位だった。年、 8歳となり3月1日の中山記念から指導したが7着、続く3月14日の中京記念では、ブービーの15着と大敗し、結局この競争を最後に5月22日付で、競争場登録を抹消され引退が決まった。競争場引退後は、種ボバ入りすることが発表された。当初、つなぎ用先は未定であったが、ブリーダーズスタリオンステーションで、 つなぎをされることが決まった。2013年7月21日の函館 1R2 歳、未勝利にてサンダラスが3区の中央初勝利を記録。同馬は9月14日に阪神 9R のジギク S を勝利し、オープン競争初勝利も記録している。その後はビッグレッドファームを経て、2015年秋から青森県の大田ファームで種ボバとしてつなぎをされている。 主な3区以下の内容は netkeiba.com の情報に基づく。ありがとうございます。